年寄ぜみは、先月22日に一審判決が出て、その量刑の重さに再び世の中をざわつくせた、いただき女子リリちゃん事件に関する岡田さんの解説を3話に分けてお届けします。本日は、この事件を25歳の女の子が、3人の男性から1億5500万円を騙し取った、単なる詐欺事件だと捉えるのではなく、事件の背景にある社会現象から掘り出された、ある一つの端的なキーワードが提示されます。オタキング CH 管理人。 今日はです、ね、いただき女子と弱者男性なんですけどもですねキーワード紹介とこのいろいろされている報道についての解説ですねまずどんな状況になっているのかということで僕が選んだキーワードが「いただき女子弱者男性色恋営業とストーカー殺人」ですね年齢差婚は嫌われるこれはまあ配信前のです、ね、コメント欄でみんな盛り上がっていた安室役の声優さんの不倫とかも含めての,あの話ですねというのをですね無料でやります僕はですね今話していいるこういう現象とか 流れをですねけしからんことだとかですねどうなっていくんだろうという不安の面持ちじゃなくてですねわりとあの面白いと思ってるんですね申し訳ない面白いと思ってるんですよだからゼミ生のみんなもですねこのまあゼミの時間だけは無責任にああなるほどね面白いなっていうふうに楽しむというかですね面白がある立場で見てほしいと思いますでは最初からいきましょうかまず頂き女子についてですね頂き女子ですねまとめされた一番僕は面白かったのがピクシブ大百科の頂き女子の説明だったんですけども 2023年10月とある25歳の女が詐欺で逮捕された女は頂き女子リリちゃんを名乗って SNS に出没しパパ活の相手を騙しお金を巻き上げるマニュアルを販売していたリリちゃんはパパ活を行う女性の間では密かに知られた存在であり彼女が売っていたマニュアルを使って詐欺を働いていた女子大生が摘発されたことで芋づる式に捕まることになると。 これはあの僕もです、ね、調べたんですけど本当にねパパ活やってる人の間ではかなり有名だったみたいですりりちゃんが言葉巧みに男性たちから巻き上げたお金は1億を超えるというがそのほとんどはホストに消えており残っていなかったリリちゃんはパパ活や風俗店の客だけをターゲットにしていたわけではなくマッチングアプリにも出没してターゲットを見繕っており相手の男性と普通の恋愛関係にあるかのように錯覚させ言葉巧みに金を騙し取っていたさらにこの事件は珍しい 展開を見せ彼女の担当ホストも詐欺で巻き上げた金と知りながら受け取ったということで組織犯罪処罰法を適用して逮捕されたで結果的にですねこの頂き少女ージちゃんこと渡辺真衣被告は懲役9年の実刑判決を受けました一部のツイフェミやホス教ホス狂いフェミニスト公人の中にはこれあの ピクシブ大百科からの引用ですから、ピクシブ大百科にこう書いているんです。一部のツイフェミやホスグルイ、フェミニスト工事の中には、男に搾取されていてかわいそうだから実刑は重すぎる。下心のあった男も悪い。などの用語に乗り出すものがあり、炎上を招いている。 ですね、炎上を招いてるんですよ。まあ、あのここまで,で記事の紹介なんですけどもこういう事件を可能にしたのが現代特有のですね現在ですね男女交際の半分以上がマッチングアプリになっていて結婚相談所をやってるです、ね、人から、まあまあまあ、聞いた話なんですけども実はもう今結婚式で新郎新婦の出会いの場っていうのがもう大半がマッチングアプリになっちゃってると。でそれをやると結婚式で,です、ねえー、新郎新婦はマッチングアプリで出会いで <laughs> 言わななきゃいけないけんでどうしましょうかっていう,うな話になって正直に言う人もいるんですけどもまあまあ,あの友達の相談でっていうな人が多いっていう話を聞いてです半分以上がもうねあの今付き合って結婚まで行く人ってマッチングアプリになってるそうです2つ目ですね現代特有の文化この頂き女子リリちゃんのマニュアルがですね今あの漫画村で公開されてるんですねでこれあの誰でも実行可能なマニュアルが存在していてそれがですねごく簡単に配布されてるとこれは去年の段階 会では確かに手に入れにくいものであったし、新聞紙とかで,ですね。テレビ報道の時にまだこうなんかかろうじて紹介されるぐらいだったんですけども。今誰でも簡単に読めちゃうんですよ。で、ここにですね。成功体験者からのコメントというのが次々と。まあいろんなところに載ったりですね。これも配布されることによってですね。また、あのなんだろうなえ。line のグループとかもどん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 作られることによってですね。成功体験者つまりこれでいただいてこと今月ですね。3桁いきました。3月というのは何百万いきました。つい。に 4桁いきま1000万超えましたというです、ね、報告をお互いにし合うことで,です、ね、ど,んど,んどんどんやっている側のです、ね、罪悪感まで消えていくと。 これデジタル時代特にの現象ですねで次3つ目やってることがです、ね、ホストとかに推し活のためにというです、ね、大義名分があるとつまり自分が儲けるためにやるんではなくて自分はこういう事情でやむを得なくお金がいるんだとだからというです、ね、大義名分があるこれもまたお互い同士共有することで,です、ね、なんかその何でしょうねそのホストとか推し活のためにということで変な言い方なんですけど男社会から金を巻き上げるという。 カタルシスに繋がってるんじゃないかなというふうに僕なんかちょっと思っています、えー、この事件の背景ですねあとですね四番目最後の理由ですね弱者男性の差別意識つまりお金を巻き上げるおじえのですね差別意識があるので、えー、これも罪悪感があんまりないこれはあの後で説明しますこれは弱者男性のところで説明しますで以前にもですねこのいただき上司リリちゃんの話を取り上げた時にです、ね、僕が面白いと思ったポイント今でも変わらないんですけども何の取り柄のない女 女性でも数億円稼げるというですね、ジャパニーズドリームの存在なんですねこれあの現代フェミの人たちですねフェミニズムの論客の人たちがもっと注目すべき事件だと思うんですよものすごいパワーを実は普通の女の子が手に入れてしまったということなんですねででもなんでこんな荒稼ぎが可能なのかですねなんでこんなにひもての男はおじさんはおじはちょろいのかそこで浮かび上がったのがですね2つ目弱者男性というキーワード ですね、弱者男性で弱者男性に関してはです、ね、いろいろ書いてる人もいるしあの本も出てるんですけどもとりあえず僕があの X の投稿とかをです、ね、過去数ヶ月分ぐらいいろいろ検索してみた感じでは頂で、ね、き女子論争の中の意見で20代の女と本気で恋愛してると勘違いできるおじさんキモいって言われて。 こういう意見が割と多かったんですねでいただき女子リーちゃんの判決でですね実刑判決で出た,出た時に「下心のあった男も悪いのに」っていう声もまあ割と多かったです。でこの「いただき女子事件」っていうのは全てのディティールをすっ飛ばして単純に言うと単なる詐欺事件なんですね単なる詐欺事件なのになんで騙された被害者側の男性を悪く言う人がこんなに多数存在するのかってことなんですよね。で最近見たですね僕のネット書き込みとかあとまとめのニュースとかで 電車で隣におっさんが座ってきてキモいっていう話があったんですねでキモいからなんか逃げたとかですねカフェで近くにおっさんが座ったのでキモいねっていうふうに聞こえるように言ったと私たち女グループの隣にさえないおっさんが座ってきてないキモいねっていうふうにおじさんに聞こえるように言ったら逃げてくれたっていう話ですねあと電車でガラガラなのにわざわざ隣に座るおっさんなんでっていうのがあるとこれ一つ一つはですねなんかすごい当たり前で見逃しちゃうんですけども多分こういうのを書いてるのは 多分当事者の女性だと思うんですけどもこういう意見に関してですね弱者男性に対する差別だっていう風うに指摘する人が出てきつつあるんですねこの弱者男性っていうですねネーミングと概念はものすごい斬新だと思います何でかというとかつては女性は弱くて当たり前みんなで守りましょうそれでも弱いやつ必ずいるもんだ守ってあげましょうですねで、この弱いの中には頭が弱いも含まれてるんですね女性だから頭が弱いでしょうと頭の弱い はい、女性を騙すホストは悪いや奴っていうことになってこうホストをですね。その糾弾するような流れになってるんですよね。これも女性が弱いもんだというふうに思ってるからですしかし、おじさんに関してはですね。いくら叩いても ok という風潮があるように、僕はあの感じました。本当に ok なのか？ ですね、さっきの電車の中の話で言うといやでもそれでも電車でガラガラなのに座ってきたら気持ち悪いじゃないですかとかおじさんやっぱり臭いし汗臭いから隣に座ってきたら嫌ですよ逃げますよっていうこの反論は分かるんですけどでもあのね外人飛ばしというのがあるんですよ。 で外人飛ばしは何なのかっていうと日本に旅行に来た外人が日本素晴らしいんだけども嫌なこともあるとその嫌なことの一つが外人飛ばしだと。でこれ何かというと日本人は外人の隣に座ってくれないっていうのがあるらしいんです外人が座ってると外人というだけで両隣の席の両隣が空いてしまうとですごいさりげないなんだろうな差別とも言えないような差別だからなんか日本人はあんまりそれ気が付いてないみたいなんだけども外人 外人の旅行者、はみんなこれ分かってると、<laughs> で、やっぱ日本人って外人嫌いなんだなというふうに思うっていうふうに言うんですね。で、結構、まあまあ、ラインしてる外,人外国人の方、人傷ついてるんですけども、ところがですね。ツイッターの投稿でですね、これについて。外人が隣に座ってきた、気持ち悪いから、逃げたっていう書き込みを見たことがないんですね。多分、皆さんも見たことないと思うんですよね。いくら、あの、外人の体臭が強いから、臭いからって言って、まあ、そんな人もいるでしょうけれども。それでもですね、それを書く人はいないんですよ。なんで。 かって言うと書いたらですね。攻撃されるからですよね。書いたらそれ差別だっていうことふうに言われるからなんですよ。でもおじさんは隣に座った臭い逃げたって言ってもですね。差別だと思われないんですよね。だから外人の時書かないのはですね。書いた本人が悪いことになるから。でもおじさんだったら書いた本人は共感してもらえると思ってるんですね。この共感してもらえるというのが、この問題のすごい深刻でなんだろうな。厄介なところだと思うんですよ。 おじさんを差別ししたらら共感ててもらえるっていうこれって差別という概念の根本だと思うんですけどもですねこういうふうに社会全体でこいつに何言っても大丈夫という存在を決めちゃうとこれがですね僕は差別の定義だと思いますえおじさんとかひもて男性が弱者男性と名付けられたこれはですねそういう人たちに対する発言が差別かもというですね疑問を植え付けることになっただから僕はさっきあの画期的な概念だというふうに言ったんですね。だからここれまでですねうういうおじさん さんとか日元男性に対して平気で叩いてストレス解消していたまあ言い方は悪いんですけど昭和な女性たちはですね一気に過去発言で不利になると。これ多分 ななんだろうなホワイト社会においてですね多分バッシングの対象に今は大丈夫なんですけど将来ねすごいね危なくなってくると思うんですよねそれもやっぱり弱者男性っっってていいううでですすね名前ががたたかかららななんですよ差別が明らかになってしまったもうだからデブとかブスとかですねハゲっていう外見人がホワイト社会ではマナー違反ですね痛い人のすることになっちゃったのと同様に今後は多分こういうおじさん叩き弱者男性叩き ですねえー、ひも叩きもです、ね、リスクあると思います空いてるのに隣に座ろうとするおっさんキモいっていうのはなんでおっさんと特定するのか空いてるのに隣に座ろうとする人キモいでいいはずなんですけども隣に、うん、座られて嫌なのは別におばさんでも子供でもやがましいとこ何でも同じだと思うんですけどもおっさんってわざわざ書くのはここでキモいって書くことに対する共感が欲しいからですね差別意識のあるそのなんだろうな証拠になっちゃうわけですね。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、大体夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。